はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャルやっていきたいと思います。今回は太平楽高校で投手を、育成していきます。前回ですね、アンヌが SR で当たったので、ちょっとそのアンヌを使っていこうかなと、思って、やりました。で、編成はこんな感じです。葵ちゃん、アンヌ、あつ森、せっちゃん、スバルで、立川をお借りしておりますと。で、今回のポイントはですね、まず立川と葵ちゃんでコンボがあるということと、葵ちゃん、アンヌ、立川で3人のコンボがあるっていう感じですね。で、まあ悪い点とすれば、まず巫女葵なんですよ。俺巫女葵しか持ってなくて、で巫女葵だと、ボーナスの方がですね、通常の葵ちゃんだと、レベル35で固有のマリンボールっていうのがつくんですけれども、それがありませんと。でただその代わり、巫女のイベントがあるんですけれども、ただ巫女のイベントもそんなに美味しいイベントではないのでまあ微妙といえば微妙で、あとアンヌがですね、まあボーナスの35固有で、フォークのコツをねくれるんですよ。でまあフォークのコツっていうのは1回もらえば一気にレベル5のコツまでくれるんで、まあ別にそれはいいんですけれども、今回ねスバルがいるんで、スバルってオリ編のスタードライブをくれるじゃないですか。なんでね、フォークのコツをねこう潰せないっていうところがちょっと痛いですね。で、まあまずなんで太平楽なのかっていうのと言うとですね、まあ単純にスバルがいるからです。スバルを入れるとなると、パワコーだとやっぱり加入が遅いっていうのと、波動じゃ入れられないで、春英はちょっと呼び戻しがめんどくさいんで、まあ必然的に、まあ消去法ですね。消去法で太平楽になりましたと。で、今回は、前にあと4。そう、前キャラですね。スバル前キャラなんで入れたっていう、まあそんな感じです。で、本当はね、スタミナキャラを入れて、先発をね、作りたいんですけれども、まあ今回もね、これで先発は作っていくんですけれども、本当はね、沢村をね、入れたかったんですよ。で、沢村を入れると、あと5っていうね究極にバランスの悪い、デッキになっちゃうんで、熱森が前、スバルも前ということで、前にあと4ですね。で、あとイベントがやっぱり結構辛いですね。招き猫を持ってきていますけれども、全部消化できるかどうかといったところと、まあ折り辺ね、せっかく2人いるんで、まあ熱森の方は折り辺は取らずに、まあドクター K を取っていくんですけれども、まあただこのドクター K もね、骸骨脱三振を持ってる人がいないんで、まあ、ちょっとドクター系は取れないかなと。と、あと、怪物球威、アンヌと、立川は怪物球威なんですけれども、重い球はちょっと立川から取らないといけなくて、立川これだけコツがありますので、まあ、重い球安定はしないですね。なので、まあ、いい編成かって言われると、まあ、ちょっとね微妙なところがあるんですけれども、まあ、もともと自分ね S ランクの投手をそもそも作れなかったんですよ。まあ変化球キャラは葵ちゃんしかいないっていういった状況だったので、まあ、今回ねスバルが入ったことによって、まあ、一応変化球3枚入れて、まあ、かつ、まあ、コンボも組めるので、まあ、S ランク投手作っていければと思っております。でアイテムは、お守りと招き猫ですね。じゃあ、 まずは例によって評価上げから、やっていきましょう。どうしようかな、守備練やっちゃおうかな。まあ、アンヌと立川はそこそこ評価高いんで、まあ、スバルの評価を上げていきますか。あとね、そうせっちゃんのね脅威の切れ味も切れコツがないんで、そこも結構厳しいですよね。まあ、変化球でいきましょう。まあ、一応今回のポイントはコンボがあるよっていうところですね。なのでもう少しね編成を変えることができればいいデッキにはなると思うんですけれども、まあ、自分の持ちデッキではこれが限界ですね。スバルもねイベントがそんなにいいわけじゃないんで、特にね折り辺のねイベントを切れないっていうところがちょっと厳しいですよね。で場合によってはっていうか、まああったんですけど、いきなりフォーク持ちっていうのがあるじゃないですか。でアイテムをね持ち込むとね、どうしてもねやめるっていうことができないんで、いきなりフォーク持ちでね、それがね普通にスタドラになりましたちょっと悲しいっていう。さてどうしようかな。こっちでいくか。コントロール
で、コントロールもね、つもりだけだとちょっと厳しいかな。だから今回はまあ状況を見て、スタミナと球速が伸びなければまあ抑えとか中継ぎ投手を作ろうかなと。だから本当はね、スタミナキャラ入れたかったんですよね。やっぱり自分の手札では投手が不足してますね。投手がうまい感じでね、こう組めないんですよ。せっちゃんがいる 12%、 どうしようかな、やっちゃおうかな。まだ1回もやってないから、よし。まあね、勝負するとこじゃなかったけどやっぱりね、クリスマスの時に彼女は欲しいですよね。あ、調子の波、これね、体力がね回復できるんで、切り上げて体力を回復させましょう。結構回復するんで、なかなかね、イベント的にはね、熱盛ね、いいと思います。ここでコントロールのコツとかねくれると嬉しいんだけど。逃げ玉、まあとりあえず逃げ玉は3で掴もう。おお、これはすごい。うん、ちょうどせっちゃんとかもいないし。で、変化球はね3枚入れてるんで、でかつ折り辺がいるんで、折り辺成功すればかなり伸びるとは思うんですけど。そう、このみんなの人気者もね、別にっていう感じっすよね。まあ、ファンを説得するっていうと、スバルの評価は上がるけど体力が下がりますからね。まあ、体力の削らないこれで、まあさすがにこれは無理でしょう。レオ、おい、よかった、何にもつかなかった。でコツが来てるね。せっちゃんがいないな、せっちゃんが。打たれ強さはちょっと5で取りたいかな。精神もねやっぱり足りなくなるんで、まあせっちゃんもいないし、ここは寝ておきましょう。お、3人コンボ来た、早いな。で、まあこれは選択肢が2つに分かれて、なんかほっとくみたいな、ほっとくっていうか、なんだっけなんか忘れちゃった。自主トレにね、一緒に行くのかね、行かないか、まあ頑張れあんのか。これね、体力は回復するんですけど、満タンなんで、まあ付き合いましょう。よしよしよし、タイピングをつかめたのはでかいな。で、これはまあ続けていきましょう、一応。ドクター K もね、ちょっと奪三振がないと厳しいんで、やっぱりね、骸骨とうまく組ませたいですよね。まあスバルとせっちゃんがいるんで、逃げ玉を取りましょう。もう、逃げ玉と、であとね、尻上がりも持ってるんですけど、どっちが来るかな。うん、尻上がりだねあとはどれだけいるか。おお、全然いない。引き抜くときにね、結構くれるんで、ポイントとコツを。ちょっと監督評価が危ないかな、今のままだと。アンヌのコツがあるね。まあ、せっちゃんいるな、どうしよう。コツプラス、コツプラスタック監督もいるみたいな。タイピン今いくつだっけ、1だっけ。そうだよね、タイピン1だよね。ってことはタイピンは4になったらもう取っちゃおう。精神ポイント足りなそうだけど。立川のイベントでもそういやタイピンがあったからな。おお、フォークか。これでちょっとまあフォークのコツを見てみると、まあもういきなりコツ5で、くれるんですけど、まあちょっとね、フォークは
スタードライブの関係で取れないっていう。そしてね、せっちゃんがね、いないね。どうしようかな。葵ちゃんの評価を上げるか。まあやっぱりこっちだな。これちょっとクリスマス間に合うか結構不安だな。まあ、変化球を上げていきましょう。お、これでお疲れで体力が回復と。でこれでタイピンが2になったのかな。さてせっちゃん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 いないね。まあ葵ちゃんの評価を上げつつ監督の評価を上げて、次はさすがにね寝ないとまずいんで、一応精神は覗いてみて、精神にせっちゃんがいれば一番いいんですけど、これは体力を削ってくると。どう、いないね。じゃあ寝ましょうと。うわ、これはちょっとクリスマスが危ない、かなり危ない。12月の1週でしょ。いないね。あー、やっぱあっちでせっちゃんを言っておくべきだったか。アンヌとスバル、これマジでどっちが来るんだかわからん。この法則をねちょっと教えていただきたいですね。一応知り上がりはもうとっとこう。このコツが重なった時にどっちが来るのかっていう。あ、これはアンヌか。で打球反応と。せっちゃんかいない。どうしようかな。一回メンタルでもやってくけど、メンタル誰もいねえしな。寝るか。いや別にぐっすり眠んなくてもいいんだけど。守備にいますね。どうしようかな。これで評価溜まってダメだ。これもなんだっけな。ちょ、病院行けお前。精神ポイントか。おお、一人だ。悲しすぎる。よく練習する気になるよな。一応溜まっているといえば溜まっている。で、熱森もタッグが組めるけど、これはアンヌだな。そういや打球反応潰してないな。まあでもポイントだったからよしとするか。まあ太平楽はね、反監督派に行くと練習を選べるっていうのがいいっすよね。マリンボールもね結構体力を削ってくるんで。ここで大吉が、せめて大吉が出てくれると。これで40でしょ。中吉か。まあ、全部で80なんでね、まあ悪くはないですね。葵ちゃんと監督がいるんで、これはもうここですね。スタミナ1か。よし、緩急。緩急がね葵ちゃん持ってるん で、そうするとやっぱりね沢村をね入れたかったんですよね。沢村が変幻自在なんで。でもねさすがにね前1後後はないでしょうっていう。やってみようかな、ちょっと。やったことないけど。あ、これでダブルタックが来てると。お、そういやラブパ中だったね、忘れてたけど。葵ちゃんね、そう体力を削ってきて、でさらに、あ、幻の一球が来た。さらにね固有がなくてあの経験点ですからね。やっぱりちょっとまだ変化球キャラが足りてないよな。っていうかさ、せっちゃん告白して来なくね。気分転換しよう。これめっちゃくちゃ体力削られるよな。そしてここに来てラブパワーがなくなって、
ここはちょっとどっちでもいいけどな。参考にさせてもらうか。じゃあそう、これね、選択肢が出ればね成功なんですよ。選択肢が出ないと失敗でドクター系と。16%か。なんか微妙な感じだな。寝よう。ちょっとお前不眠症かっていうくらい。やる気を上げてほしい、やる気を。反監督派でいきましょう。誰もいない、誰もいない。どうしようかな。監督許可でも上げとくか。で一応ここで、まあ、バレンタインをもらえるっちゃもらえるけど、せっちゃんのイベントが全然起きてないな。立川を引き抜いておくか。その前にコツを確認して、タイプは2だからな。さあ来い。打たれ強さ、変化球にして、まあ、変化球でちょっと技術ポイントも稼いでいく感じですかね。教えてもらいましょう。土下座しよう、土下座。でも女の子に土下座ってちょっと男としてどうなのっていうのはありますよね。どうしようかなこれ。スカウト評価でも上げとこうかな。変化球ポイントめっちゃあるな。俺変化球覚えてたっけ調子が悪いどころかそもそも変化球なくねっていう。あんまり練習がよろしくないというか、マジでせっちゃんが来ない。ここまで来ないのも珍しいな。木村ちゃんとかだとね、イベントの関係で全然来ない時あるんですけど。これ体力減るっけ？減らないか。よしよし。で、コツ、アンヌ。アンヌのコツは、潰しては、ないか。タイピングが2なのか。お、練習が多いね。あれ、アンヌってタイピングだったよね。あ、来た来た来た。この段階ででも来てくれるのは、いいかな。結構体力も減ってるんで。大体さ、主人公がさ、てっちゃんを好きな素振りなんて全く見せてなかったよね。SG ね、早く来てほしいよね、やっぱり。まあ、ただね、SG のミッション、別に上手くないですからね。果たし状とかね、まずね、カラスがないと絶対クリアできないですから。とりあえずコントロールは D にしておくか。いや、ダメだダメだ、スバルがいるんだ。変化球覚えとこう。何しようかな。マリンボールとスタードライブは可能性があるんで置いとかないといけないでしょ。で、そうすると、まあ、やっぱカブかな、一番使いやすい。4にしとこう。4444くらいで合わせられればいいんで。で、あとは、まあ、打たれ強さも取っちゃおうと。何か取れるものが、ドクター系とか、重いよなぁ。カチューン取っておくか。みんな打ってもらいたいから。投手はね、どうしてもね、試合が安定しないんで。まずは。もう練習試合はどんどんストライクを取っていこう。もう回ってきてほしくない。よし。でもさ、点入れられたってことはさ、俺の自責点かな。これでね、全然上がんないですからね。勝手に点を取られて評価とか下がるときあるからね。さあ、これはどうしようかね。
可愛い子か優しい子か鴨川さんどれが好きっすか。俺はね、やっぱりね、可愛い子かな。すげえどうでもいいどうでもいい話になったけど、ここは変化球でいきましょう。まあ、スバルもね、単品で見ると全然悪くはないんですけどね。ただちょっとね、使い道が難しいですよね。稼働で使えない、パワコーでは加入が遅いっていう。ここはデートをしますか。せっちゃんと付き合うのもね、ちょっと大変そうだよね、こういうイベント見ると。お、監督だ、監督これはもう監督の評価を上げていこう。コントロールにアンヌが来てんな。まあコントロールかな。アツノリってタックどれくらいだったっけ。これでタイピンはもう大丈夫でしょ。急速、これで監督ショートが120になったから、まあもう監督は全く気にしなくて大丈夫と。投手討論、あれ投手討論ってなんだっけ。これ選択肢出るよね、出ないっけ。出なかったで、なんかのコツもらえるんだよね、タイピンだっけ。ってかすっげえいっぱいまあ3枚重ねるとね、これがまああるっちゃあるんですよね。さらにレベル5でコツがあると、バッチリだな。変化球どうしようかな。そうするとまあスライダー、高速スライダーとかにしてみる。でここで、てか折り辺がどっちが進んでるんだっけ。葵ちゃんの方が進んでるんだっけ。まあ、どっちかが来てくれればいいからね。高速スライダーにして、まあさすがにまだ3球種目は取れないか。あとちょっとで取れるな。でもコツなんだっけ。あ、これはもう無理だからデートして、高校生ってどれくらいお金持ってるんだっけ。もう忘れちゃったな。俺はバイトしてたからそれなりに持ってたけどさ、高校生にしてはですよ。お、これ1回目じゃん怪物球威も取れなそうだな。ってか金徳が取れなそうだな。ドクター K をね、直取りする余裕はないんで、だったらちょっとまあ査定よりは能力を上げて、まあ、試合で使える選手にしたいんだけど、スタミナに3人いるからといって別にな、美味しいわけじゃないからな。1回メンタルをするか。っていうかコントロールコツも来てないな。せめてコントロールコツ1回来ないときついぞ。本当はレベル5欲しいけど。一応優勢ではあるか。あ、立川とスバルがあっちにいる。これでスバルを引き寄せたいな。スバル来い。なんかどうでもいい若林くんとかいうやつだな。若林くん引き抜いとくか。まあ、体力全開だけどね。なんかくれ精神か。お、やった、ラブワも発動した。あー、これね、これなんだろう、何か手伝おうか。一番上はね、体力が回復するんですよ。54ポイントか。まあいいか、全開だったし。これといっていい感じにならないね。メンタルデッカー、メンタルばっかやってるとね、デートが完走できなくなるからね。
これで、まあ、急速にしますか。まあ、距離伸ばして体力を減らしておこう。で、変化球が上がった。どうする、第3球種目を取るか悩みどこだな。まあ、このタックが何かだな。こっちか。で、下とシンカーは取れないからシュートだな。そうするとシュート取ろうっと。これで俺変化成功してくれればだいぶ経験点的にはいくけど。重い球がないからね。重い球が、うわー、しかも逃げ球だし。そうだ、逃げ球ここで来るんだ。完全に忘れてたな。まあでも潰しておくのはいいでしょう。どうしようかな。あー、スバルがいるね。アンヌかスバルかって言ったらさっきどっちだったっけ。まあいいや、アンヌか。お、ラブパが発動したけど、ちょっともう体力がないのとデートが進んでないっていうのがあるんで。あ、幻の一球もこれであれかで完成して、まあ俺もやると覚えらんなかったね。ってことはあと葵ちゃんにかけるしかない。6月の1週間、まあ来てくれるよな。何、まあ一応体力だけ回復と。さあ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 、スバル、うーん、立川か。まあいいや、これは立川を引き抜いておくか。まあ重い球失敗してるからね。変化球64、どうだ俺の変化球見たか今のは直球だけどさ、どうだおいこっちの重い球か。あれ、これってでも失敗だよね。じゃあいまいちわかんないんだよねこれもな。まあ、どうでもいいからな、このイベント全然経験点入んねえし。アーム結構多いね。まあ、ダブルタックがいるからこれやって、もうこれマリンボールにかけるしかない。どうだ俺の変化球見ろ。なかなかいいじゃないかか。まあおしゃべりしよう。ここで体力はちょっと減らしたくないからね。うん、応援してるぞ。さてさてさて、ちょっとシュート上げられるでしょさすがに。シュート3にしよう。でここで変化球、立川。スバルがいるね。コントロールはね、ちょっと欲しいんだよな。欲しいけどな。どうしよう。すげえ悩むな、これ。これは悩む。敏捷も足りてないといえば足りてないか。スバルにしよう。コントロールくれ。コントロールくれ。頼む。よーし、いいね。まあ、ポイントもそれなりで、ここはさすがに無理でしょう。変化球一人だし、デートしましょう。おいここに来てこれか。これね、喫茶店がね、体力をね回復できるんですよ。先発どうしようかね。これちょっとね、ちょっと時間がかかるかもしれないけど、ちょっとピンチャンでいきますか。まあ、せっかくねピッチャー育成してるんで、まあ、ピンチでは操作しておきたいんですけど、そうすると打ってくれないからね。太平楽はちょっとスタミナを D まで上げとこう。コントロールも D にして、球速がどこまでいく。140くらいは欲しいな。139か。まあいいや、筋力足りてないねやっぱり。
で、あとどこまで持つか。これで尻上がりがあるからね、6回以降まで投げてもらいたいんだけど。てか9回まで多分投げないとあれっすよね、経験ってマックスいかないっすよね。浦賀、そう浦賀がね結構強いんですよね、このチームは。パワーね B あるっていうのがねいいんだよね。意外に浦賀パワーあるっていうキャラクターなんで。ちょっと待って、嫉妬かよ。ノーアウトか。よしよし、あ、ノーアウト三塁とかいうよりはマシだからな。もうノーアウト三塁とか超絶望的だからね。オッケーオッケー、まだ2回か。これなんていうの、シャイエ鮭か。あ、そうそうそう、ここ水産だからね、そういう名前だった。そういえばこいつは鮭だ、鮭。あと特にねチャンスが訪れることなく負けるときありますからね、普通に。それがピッチャーの辛いところ。やっぱり時間かかんなこれこれでさらにバッティングもやらないといけないんでしょう。うん、オッケーオッケー、よーし、来たね来たね。沼田くんこいつ呼びえな。落ちる？全然落ちねえわ。いやー下位打線マジ弱えなまあせめて俺のミートがね F あるっていうのが救いだけど、 GG とかになるとかなり厳しいからね。全然ダメだ、なんていい勝負をしているんだ。菅沼くんも DD か。とりあえず1点、ようやく1点か。木山パワーです。 F しかない。お、意外に粘ってるね。ワンアウトの2塁か。よし、さすがだ。裏側ね安心できるよ、あいつは。守備面に関しては裏側ねかなりね能力的にもいいと思うんですよね。太平楽唯一だからね、呪いがねちょっと打撃能力がなさすぎるんだよな。そろそろ降板かな。このね三塁にいるっていうのがすげえ嫌なんだよね。そしてこのスタミナ量ちょっとやばいんじゃない。おい、危ね危ね危ね。たまにね失投とかねホームラン持ってかれっかんね。こいつで乗り切らないとスタンドが完全になくなる。根性とか持ってねえかんな。よし、あれまだ投げるか。根性ないけど根性あるな。いやもう無理だよこいつやったら、もう無理だよ。危ねえ危ねえ危ねえ。いやもう無理、ほんと無理。振ってくれ頼む、振ってくれ。上上上、辻玉辻玉。よーし、いやもう無理だよ。おお、天城になった。あ、そうか天城でも俺がやるんだ。カットボールってねどうなの、カットボールって普通に、ね、持ってかれる気がするんだけど。よーし、ナイスだ。あと1人、もうどんどんストライク取っていこう。時間がかかる。くれ、よし、もう次からパッティングだけにしよう。36だからね。ていうかさ、マリンボールはマリンボール、スタードライブ失敗してるんだからマリンボール来てくれないと困るよ。マリンボール来ない。マジか。これは1人か。
そうそう、あとねデートもあるからね。ここで精神ポイントを取ってっていうかさ完走しねえじゃんこれ。次もデートしないと。もうこれはチャンスで全員打ちまくりましょう。どうするこれ。140にしとこう。中継ぎかね。そうするとちょっとスタミナと球速をこれ以上両方上げる余裕はないんで。ありが頼むぞ。ありがじゃねえ、裏が名前を間違えた。米本くん足早いね。しまった、しまった。ちょっと今米本くんの走力に夢中になってた。投げました。もう平行カウント。ここでちょっと打っておきたいな。投げた。裏側打った。あれセンターへのフライ、行かなかった。米本打球を確認して三塁へ向かう。浮山くんとりあえずミートは。あ、しまった、しまった、しまった。ミート打ちってねどうしても慣れないんだよな。抑えてくれんな。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で沖山。ああいいや、もうやっぱ強振にしよう。呪いは足が C か。投げた、打った、センターへ、取って。ああダメか、やばいな。先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー打ちました。おい、見ました。ツーアウトランナー呪い、かわいいだからな。失投したけどちょっと早かったね。アルボー投げた、危ない球。失投多くねえか。投げた、打ちました、痛烈。入れば先制。とりあえず1点取ったからいいや。浦賀、浦賀投げた。よーし、いや浦賀はほんといいわチャンスにも強いからね。ほんと浦賀頼みだよな。これはダブルタックじゃないから、デートしよう。完走してくれよせめて。いやこれはこれでいいんだけどさ、マリンボール来なかったね。また最後の望みが残ってるけどさ、マリンボール来なかった。やっぱりね完走できないイベントが出てくるよね。あ、怪物球これ大丈夫だったか。いやーそうするとちょっと変化球が、これだけ変化球を上げてきて折り辺が取れなかったっていうのは痛いな。どうしようかな。とりあえず変化球は置いておこう。でこれをやって、まあ、トリプルタックがね一回出てるからね、まあ、それはそれでよしとするか。もうちゃっかりチャンスでいこう。どうしようかな。本当に悩むな。大金取ってねえや、忘れてた。この脅威の切れ味も取れねえよな。怪物球威まだ置いとこう。重い球が来る可能性があるからね。でドクター K もちょっと取れないでしょ。やっぱりなコツがちぐはぐだよなこのデッキは。だからアツモリとスバルをもう少しね誰かにね変更できればまあいいデッキだと思うんだけど、7回まで普通に来たな菅沼君。太平楽にしては強いか、5番バッターだから。三振、フォーク決まってストライク。鉄砲塚はもう完全にストレート主体なんで、ストレートに狙いを定めれば大丈夫ですね。鉄砲塚ね多分重い球持ってるんですよね。少しね打球のね飛びがね悪い気がする。 FF 手出したらダメだった。なおもチャンスが続いています。チャンだったとかひどいよなこれヤベ君はね普通にね強いと思うんですよ。まあチャンスバツ持ってるけど、チャンスバツ持ってるけどね、まあ能力的には悪くないですよね。普通にホームラン持っていけるからさ。お、投げ切った。
意外に頑張るねこの主人公。あれスタミナ D だよね、だって結構調子いいな。多分練習にろくなもんがねえな。どうしよう、変化球とかねあんまりやりすぎると余るからね。じゃあ444にしよう。せめて444で、こっからもうフォークとか取れねえし無理だな。でスタミナ C にするとどれくらい筋力残るの。135で、球速はどこまで上がるの。145まではいけそうだな、球速。それを考えるとそうだな、ちょっと一応先発を目指してみよう。これでもうスタミナやろう。そう上がれ2か。ここどこ、分布か。もうピッチャーは運任せ。ブンブもね、結構嫌い。ノーアウト2塁っていうのがいいね。木山くん走ったんだな、やべえ。もうツーアウトだし、ツーアウトじゃん、ツーストライクだし。これたまにね、走ってなると、えみたいな。一回ストライク取られただけでアウトみたいな。あ、これ入ってくる。まあ、とりあえずやべえを進めたと。もう一回。もう一回何なの何が得意なの。特にさ、特殊能力が発動してるわけでもないし、最悪だ。宇賀がやはりお前に頼るしかない。カーブは嫌だ。これはボールでしょ。ここで取れないとちょっときついぞ。ここはよく選びました。カウンター2ボール1ストライクです。よし、やっぱり宇賀がだよ。頼れるべきは宇賀が。ここすげえな。てかなんでこんなピッチャー調子いいの。いやすげえ経験点入るわサクサクいって経験点が入って一番おいしいパターンじゃん。最後の最後に 5% か。怪我すんなよ。よし、重い球伸びかー。あれ、そういえば筋力ポイントってそこまで余ってないからな。チャンスでいきましょう。重い球を取ろうとすると112か。結構使うね。結構使うけど金属1個もないよね。折り辺もないし取っとくか。あとこのところはそんな C にしておきましょう。どうしようかな。球速がねやっぱ少ないよな。で変化球もう一個上げようとすると結構使うよね技術。どうしようかな。まあフォークにすっか。フォークじゃねえや、カーブにすっか。余りそう。変化球ポイント余りそう。これで伸びを取るな。筋力ポイント、やっぱ筋力ポイントが足りないんだよね。だったら変化2枚でスタミナを1枚入れて、でそこで折り辺が成功してくれれば、まあ、バランスのいい感じになるけど、米本君の歯はなさすぎなんだけど。貧弱キャラだな。なんでこいつ見れば、あ、早いんだ。かすってあれでダメなの。もうちょっと下だったな。宇賀がだな、やっぱり。このシュートはちょっと見送って、さあ次の投球。これはちょっと無理。カウントアンボール、ボールか。第3球を投げました。これも危ない球。ボールでしょ。第4球を投げました。打ちました、いい当たり。まあいいや。大栄楽
さすが宇田が菅沼くんも DD は悪くない。どうだ、よしよしよし、取れるときに取っておかないとね。米山くんパワーはないけど、お得意のミートで攻める。今日は早くも追い込まれています。第3球を投げた、これはうわ無理だ。太平楽追加点のチャンスです。ワンアウトランナー二塁という場面で沖山、お菅沼得意の足を生かして出てるね。第2球目ストライク。まあ、アーサーはね基本的にストレート狙いでいいと思うんですよね。打ちましたフォーク振ってるけど、投球これから4球目、これ無理。カウントは2ボール2ストライク。第5球投げた、打った、ボールはライナーで右中間へ、ヒット。とりあえずつなごう。この789がやばいんだよ、789が貧弱キャラ軍団。タッチアップ、2アウトランナー1塁3塁に変わります。梨本ちょっと待って、総力 S なんだこいつ。肩越しにランナー見た、投げました、インロー際どい球、ボール。カウントは1ボール1ストライクです。え、太平洋って何、足が速いの。そうするとバッターよく見ました。菅沼君だって総力 B でしょ。流し打ち、おお頭超えた。こいつはどうにもなんないかな。とりあえず打ってこう。切れていきます、ファール。流し打ちっていうか対応できてないだけなんだけど、ね、追い込まれました。第3球、えこの全力ストレート、ちょっとここは3球三振に、このボールからさ全力ストレートでちょっとコントロールがずれてストライクに入ってくるっていうのが狙いづらいんですよね。なぜか優勝したし、スバル、お前がマウンドに立っているのか。いや本当になぜか優勝できたな。やったぜ。いやそう思うとね、やっぱりオリヘンが悔しいよな。オリヘンが、太平楽もね結構ドライ1取るの難しいんですよね。どうしよう、先発にしよう。スタミナを B まで持ってきたいな、せめて。そうするとこれでどこまでポイントが増えているか。経験点5800か。ピッチャーにしてはめっちゃいったな。さて能力アップしていきましょう。まあ、ちょっと先発なんでスタミナを B にしたい。球速がな141か、ちょっとどこまで伸びるか分かんないけど、一旦これで OK して、で変化球312ある。どうしようかな、カーブを6にするか。特殊能力的にちょっと見よう、変化球を使うやつとかあったっけ。低めが若干使うのか、リリースとかドクター系も使うのか。とりあえず変化球を取ろう。そうするとじゃあこの投手はカーブを武器にしていくか。カーブ6で低めで使うか、球持ちとか。ドクター系が取れなくなってる、そりゃそうだよな。対強打者はせっかくだからもらっておくでしょ。いや微妙にいい感じで、でも変化球使えそうだな。低めはちょっと欲しいからもらっとくでしょ。で結構精神余ってるから使っとくでしょ。投資か根性かって言われたらどうしようかな。根性だな。で一応コントロールも B には持っていけるけど、こうすると球速がどこまでいく。1回しか上げられないか。 C で止めて球速144か、145いくね。あ、こっちにしよう。で、あとはちょっと余ってるのを取ろう。投手が取れるといえば投手が取れる。リリースか。内角か。内角にしよう。緊急登板も取れるか。緊急登板って先発でも意味あんの？ちょっとよくわかんないな。よくわかんないけど、ポイント的に取っとくか。よし、これでいいや。ちょっと OK しよう、一回。
お、S1 の100に多分これ一番最高なんじゃん。ちょっと金徳とやっぱ折り辺に難があるけど、まあ、能力的には自分のピッチャーの中では今のところこれ全然いいっすね。いやもう少しやっぱりなピッチャーの手札が欲しいですね。そうするとというところで、まあ今回のポイントは、まあ、アンヌと、立川、まあ、葵ちゃんのコンボがありますというような編成にしました。なんでね、葵ちゃんが、まあ、普通の葵ちゃんであればさらにいいし、あとスバルと敦盛ももう少し、まあ、この3キャラに合わせた、まあ、割り振りができればもっと伸びると思いますので、まあ、まだまだね改善の余地はありますね。って言っても手札がないけど、手札がないからどうにもならないんだけどさ。じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。